フンニバティスタ立朝理は17世紀イタリアの天文学者である1651年にコペルニクス体系に反対する新アルマゲストを表したフランチェスコマリアグリマルディとともに月面図を作成しクレーターに科学者の名をつける命名法を始めたフェラーラに生まれた1614年にイエズス会師となった天文学の分野で働き グリマルディと共に働いた。1651年に新アルマゲストを表した。また自由落下する物体の加速度を求めた一人である。その他にオランダのスネルと並んで地球の大きさを測る試みをした先駆者で1644年から1656年にグリマルディと4、5 0 0個長の測量を行ったが測定の精度はスネルの測定よりも さらに誤差の大きいものであった。また1650年に望遠鏡で大熊座のミザールを観測し、これが二つの星であることを認め、最初の二重星の発見者となった。1671年ボローニャで没した。新アルマゲスト以外の著書にがある。新アルマゲストの月面図グりマルリと共に月の研究を行い、月面図を制作した。 現在まで続く月の地形に対する命名法は、立長理らが始めたものである。興味深いのは、コペルニクスの地動説に反対しながら、月のクレーターに、コペルニクス、ガリレオやランスベルギウスの名をつけ、月の最大のクレーターには、ティコブラーへの名をつけ、その近くのクレーターに、自らの名をつけた。また彼は、 ジオグラフィー、ハイドログラフィー、リーフォーマティー、リブリの中で初めて世界人口の推計を試みた。ヨーロッパの人口をもとに大陸別に大まかな数字を割り振ったものではあるが、ヨーロッパ1億人、アフリカ1億人、アジア5億人、アメリカ2億人、オセアニア1億人とし、当時の世界人口を10億人と推計した。ありがとうございます。